丸池は、静岡県寸東郡清水町玉川にある池、玉川池とも呼ばれる、伊豆半島ジオパーク、清水町の北東部に位置する、16世紀、戦国時代に農業用のため池として建設された人工の池で、ある。面積7800平方メートル、周囲長280メートルで、玉川地内にある、境川西岸有水群を由来とする水を称える。 その水は、現在もなお、玉川をはじめ堂には、久めた、戸田、畑中、的場、湯川の合計7地区にわたる農地を潤している。元期3年付けで発給された、主院状に、地区定についての記述が見られる。戦国時代であった当時、この地を治めていた戦国大名を、後北条氏が発給したもので、丸池の建設に関する記述であるとされる。現在の三島市、 楽樹園にある小浜池からも戦艦問いを通して水を引いた。文政年間、丸池で大きな水争いが勃発した。玉川村の高田氏が丸池に水車を設置し、水を境川に水。これにより、水田が荒廃したとして、周辺六河村は玉川村と対立した。戸田村の名主、安江門と湯川村の名主、西米の二人が六村の総代表として、 江戸の奉行所へ訴え出た者の敗訴、獄死するという結果に終わった。この問題は1873年に和解し、丸池は晴れて七家村共有の財産となった。村民らは安江門、清兵衛の名を後世に伝えるため、混流した神社に二人の名をとって、小安心者、平清神社と命名し、二人を祀った。 丸池の周囲には散策路が整備され、人々に憩いの場を提供している。当地からは富士山が望め、水面には逆さ富士が映る。春は桜が美しい。ありがとうございます。